澤さんがこう長年障害者スポーツを見ていて、うん、何か前に進んだなとか変わったなっていう思うとか。全然違いますよ、ここ数年の変化は。はい、どんなことですか。みんながやっぱり知ろうとしてくれてるし、うん、でスポーツを通してそのスポーツの競技を知っていくっていうことによって、まあ、街を見ててもデパートで例えば買い物がしやすくなっていたりとか、インフラ整備が少し意識を持って改善してくれたりだったりとか、障害者の人もこう生活しやすい社会づくりに変わってきてるなっていうふうに思う。あとは大会でボランティアを募集すると若い人たちがたくさん集まる。若い人たちが集まる。そこへのだから意識はこれ世の中変わってきてると思うよ。なんかボランティアっていうとなんか少し、まあ、セカンドキャリア仕事を終えた人たちがちょっと協力しようかなっていう雰囲気あるでしょ。若い高校生とかも来るし、中学生とかも自分たちのプロジェクトを作って参加してきたりとかするわけ、はい、すごい。だから多分耳に入ってくる、もちろんネットの情報で知る知識なんかがそれぞれのアクションを起こさせてるんだと思うんだけど、はい、たくさん集まるよ。へ、うん、そういった意味ではなんか将来考えた時に大きく変わっていくなっていう感じはすごく受けてるけどね。確かにこう SNS とか見ていてもサッカーの記事で障害者スポーツの記事増えたなって思ったんですよ私も。そうだね、いろんな競技、まあこれはパラリンピックをどう注目させていくかっていうところのいろんなこうアクションのかけ方アプローチによって変化が出てきてると思うし、あとはそれぞれアスリートの意識も変わってきたかな。ちょっと今まではそういったところに出ていかなかったと思うんだけど、うん、すごく積極的にメディアにも出てくし、はい、自分たちから発信をしていくっていうこともしてくれることによって知られていくようにはなったんではないかなと思う。まず知ってもらわないと何も変えられないと思うので、はい、我々もまず知ってもらうっていうことで活動していることはまず第一歩としてあるので、うん、その変化はありますけどもね、はい、うん、活動に協力をお願いして協力していただいたアスリートの方っていますか。我々クリスマスに毎年インクルーシブフットボールっていうのをやっていて、はい、全ての障害持ってる人健常者ももちろんなんですけど全部ミックスしてごちゃ混ぜにしてサッカーをやってるんですよ。ごちゃ混ぜサッカー。ごちゃ混ぜサッカーですよ。もう説明のしようがないよね。ごちゃ混ぜにサッカーやってるんですよもうごちゃ混ぜそのまま全員一緒になってやってるっていうこと。へー。でもちろんプレーゾーンも分けて電動車椅子の入った人も入ったりとかしてやったりとかしますからね。だから電動車椅子の人が入った時にはちょっとウォーキングサッカーのごちゃ混ぜサッカーに変えたりとかして。ウォーキングサッカー。走らないサッカーよ。もうずっと歩き。ずっと歩きで接触もしないの。だからこれ年齢の幅もすごく広くできるし、うん、子供も一緒になってやれるし、電動車椅子に挟まれることもなくやれるし、性別も問わないですね。もう全然問わない。だから俺なんかなんか逆に走ってサッカーやってきたからものすごくストレスを感じるんだよ、ね、だけどゴール地点っていうか目的はやっぱみんなが楽しめるかどうかなんだよね、スポーツっていうのは。もちろん競技力も大事なんだけど、みんながどう楽しめるかっていう意味では、うん、このインクルーシブサッカーというのは非常にお互いの理解を深め合うことになるかな。うん、もちろん子供で足のない子がいたりとかするわけ、耳の聞こえない子が入ったりとかするんだけど、子供のなんだろうな受け入れる力のスピードってすごい速くて、うん、いちいち説明してないんでどの障害を持っててとかって言わないんだけど、やっていくと、はい、あこの子にはちゃんとしたパスを出さなければいけないなとか、あんまりこの子にはなんか激しくいっちゃいけないなとかっていうのを感じながらプレーしていくの。はい、だから言葉よりも自分たちがそこに関わって知ってどう対応するかっていうことがやっぱ生まれてくるので、ましてパッと会った時には対応できる子どもたちがやっぱ育っていくんではないかなっていう感じはサッカーを通して出来上がってますよ。ああ、うん、だからこれ毎年クリスマスでやるんですけど、うんうん、元日本代表監督の岡田さんにも参加していただいて、で岡田さんは古くから障害者サッカーへにはすごく協力してくれてて、うん、今や CP サッカーなんかも積極的に協力してくれたりとか、はい、今治でインクルーシブフェスタを一緒にやってもらったりとか、そういった活動をしてもらってるので、代表監督もやられてた国際的なサッカーをやっぱ見てる観点がね、うん、そういったところの活動につながるんじゃないかなと思いますけどね、うん、あとは川島くんゴールキーパーの、はい、まあ、どういう形で参加してくれても現役アスリートって僕はいいと思ってるのね。やっぱ影響力あるし、うん、けど川島くんはねよく分かってると思う、うん、本来の活動の意味を分かって行動してくれてる。ゴールキーパーなのかどうか分からないけどしっかり受け止めてんなって感じがする。社会を発信する言葉にもしっかりと重みがあるしメッセージ性があってすごく理解者だなと思ってますけどもね、うん、あとは FC 東京の OB の石川直くん。あ、はい、うん、彼はサーファーなんだけどね非常に、なんだろう東京っていうところでの影響力が高くて、
はい、FC 東京のやっぱサポーターってやっぱ熱狂的で一つのすごくチームワークがあるので、あそこへのアプローチは彼を通して理解されてるかなと思う。そういった意味ではインクルーシブフットボールにも参加してもらって、彼の後ろにやっぱ FC 東京の選手ファンがいるっていうことを考えていくと、東京パラリンピックっていうこうなんかこう一つのラインは彼を通してできてるかなっていうふうに思いますけどもね。わーすごい、うん、今後 OB の方に活動に参加していただく予定はありますか？今までね、これはもちろんあのお願いしますっていう話もある程度してるけど、そんなにすごくしてないんだ。うん、みんなすればやってくれると思うんだよね、うん、けど向こうの意思がどうあるかなって思うことが大事で、うん、今言わせてもらった方は自分の意思からなんですよ。そうお願いもしたけど自分の意思が強いんですよ。北沢さんから最初にお話ししたわけではなくて、そうそう、もちろんなんとなくの話はしてるけど、最終的には自分たちからやります、やりたいですっていうことで積極的にやってきてくれた人たちなので、はい、僕はなんかそういう立ち位置持ってるんだけど、うん、関係ないかなっていうふうにすごく思ってる。彼らと同じぐらいかなっていうふうに思うので、うん、すごくありがたい存在かなっていうふうに思ってますけどね。自然と皆さんが参加していくようになるのかなっていう感じですか？ただもちろん名前がある選手たちもいますけども、そうじゃない若い選手たちにも僕は協力してもらいたいなと思って、うん、なぜかというと僕はもっと早くこの障害者サッカーということを知っていて、その体験をしたりとかすることによってもっとサッカー選手としてのレベルが上がったんじゃないかと思うので、うんうん、そういうことを考えると J リーガーになりたての選手たちだったりとか、そういった人たちが関わることによって本人のレベルも上がったりとかするので相乗効果が出るんじゃないかなと思うので、はい、若い選手にも少し協力してもらいたいなと思いますけどもね。あとはインクルーシブフットボールの時にはベルディ、FC 東京、ゼルビア、なでしこでいうとベレーザとスフィーダと、あ、私スフィーダ出身です。スフィーダもなんか東京全部協力してくれてるよね。アスレと、府中アスレと、はい、隅田、はい、町田、うん、ペスカドーラも全部協力してくれてる、はい、すごい、そんなに参加されてたんですか？みんな協力してくれてるのね。それぞれのチーム、地域で福祉学校があったりとか、いろんな関わりを持って活動してくれてるんですよ。特に J リーグの理念としては、その地域のシンボルだからね。そういった活動をしてもらえればというふうに思いますけどもね。うん、そして一つすごく気になることがありまして、代表ユニフォームの統一ってどういうことですか？どういうこと？イメージだと、今までみんなそれぞれの団体が7つの団体が違うユニフォーム着ていたけれども、その7つの団体が合併することによってみんな同じユニフォームになったのかなっていう。僕がすごく悔しかったのは2002年のもう一つのワールドカップ、知的障害のワールドカップがあった時にどこの国も同じユニフォームを着てたわけ。その代表と同じ知的障害であってもオランダだったらオランダ、イングランドだったらイングランドっていう、はい、あと2002年のワールドカップに出てきた同じユニフォームを着てプレーしてるわけ、はい、で日本代表はそうじゃなかったの。え？でしょ？そこにはびっくりしました。俺も関わっててなんで違うのと思ったわけ、うん、別物みたいな感じがすごく受けたわけ。だからそれってどうなんだろうなっていうのがすごく疑問があって僕はこう強く関わっていった理由にもなるんだよね。そうで7団体関わった時にもそれぞれ7団体もバラバラなわけで、もちろんサムライブルーと同じ日本代表は来てないし、でそれぞれ団体別々なわけだよね。似てるユニフォームでは、ブルーはブルー、ブルーはブルー、ブルーはブルー、うん、僕が障害を持って生まれた子供だったら、うん、日本代表で活動してる障害の日本代表を見てても違う日本代表のユニフォーム着てたら、うん、あれと思うよ、うん、でモチベーション上がらないと思うんだよね、うん、であれが本当に同じ日本代表のユニフォーム着てたら俺もあそこ目指そうかなっていうふうになるわけだよ、うん、でそういった道筋を作るのが日本代表の役目だというふうに思ってるわけね、はい、だからスポーツが勇気を与えたりとか、うん、自信をくれたりとかすることになると思うんだけど、はい、ユニフォームが違ったらそうはならないじゃないか、はい、ご家庭の中でも大変な状況でね生活しなければいけないっていう中で頑張ろうとするサッカーを持つか持たないかって多分その人生は大きく変わると思うので、うん、今のワンステップの段階としては7団体統一のユニフォームをしたんだけど、これは後に今と同じ日本代表とユニフォームを着るためのワンステップなんだ。まだ着られだから7団体同じになっただけ、まだ着られてないんだよ。そうなんですか？そう、それすら不思議に思っちゃいましたでしょ、うん、だから今回のオリンピック・パラリンピックでどうなるかだね。そうですね、うん、オリンピックってさブランド出しちゃいけないんだよ。だからスポンサーも出せないのね。 あそうなんだ。そうだからライザスだったら3本ライン出ない、マークも出ない。
どこの競技もそうだよ。まあ、大会としてオフィシャルスポンサーでスポーツブランドが入ってるっていうのもあるんだけど、はい、だからこそチャンスだっていうのもあるの。統一の競技団体それぞれ未来に向かって頑張ってるんだけど、サッカー界がやっぱリーダーシップを取ってそこの変化をつけていければなと思いますけどもね。アンプティサッカーで一緒にやりに行ったんだけど、はい、アンプティサッカーじゃないわけ。一方とかでぶつかるわけ。バーッとぶつかったら義足なの、うん、痛いわけ足ぶつかると。義足つけたら両足みんなサッカーしてるわけ。